はい、皆さんこんにちは。 NPO 法人札幌カラス研究会中村です。本当にちょっとライブ配信したかったんですけど、ちょっと距離がありすぎてですね、わからないのでビデオカメラで喋ってます。ライブ配信にはなんないんですけどね。私もちろんカラスを主体にしてるんですけども、次に好きで可愛いなと思って長年調査続けてるのが、この今目の前にいるオオセグロカモメです。オセグロカメももう札幌で、ね、繁殖始めてもう15年以上経つのかな。ね、一時増えたんですけど、最近ちょっとまた営巣する場所が減ってきてるのもあって、減少はしてますね。ただここはもうここ15年以上かな、毎年見せてもらってて、去年はちょっと途中で忙しいプラス事故にあって最後まで見られなかったんですけど、今年はちょっと遅くなっちゃったんですけど、今日ちょっとお邪魔してます。一組放卵してますね。卵抱いてるんですけど、多分横にこの見えてるのが魚に見えるんですよ。私なんかお魚ねえ、カモメ魚好きは何でも食べるんですけどね、もうちょっとしたら多分、でも大体オセグロカモメは5月の中旬ぐらいに放卵に入る個体が多いので、多分この人もこの人じゃないそうかなと思ってます。ちょっと来るの遅くなっちゃってこの時期から見ちゃったんですけど、週に1回ぐらいずつ見せていただくとね、わかるので、コロンコロンの碁石模様のふわふわのひなが、ね、出てきてると可愛いんですよ。なんか風に転がったりとかもするんですけどね。オオセグロカモメも、もう札幌では普通で、ブト君、初めの頃はね、ブト君がすごくこう牽制して結構バトルして、カモメのヒナをブト君が取ったりとかあったんですけど、最近はからかうことはありますけど、もうそこまではないですね。ブト君がもうこいついいよ、札幌の砦みたいなブト君が認めたみたいなね、感じなのかなと思ってますね。どんな鳥もね、子育ての時必死なんで、手出し、ここは手出し無理ですけどね。でも結構その早朝からカモメの声がうるさいとかね、なんか結構そういうこと言う人も多いですよね。しょうがないですよね、鳥ですからね。ね、というわけで、今日はオオセグロカモメさんでした。